はい、こんばんは。皆さんどうもお久しぶりです。お久しぶりです。以前の動画を見てもらったら分かる通り、自分が秋イカが苦手なんですよ。めちゃめちゃリベンジも行くから、うんうん、そう、あ、リベンジの前にその特訓じゃないけど、うん、覚えようみたいな、うん、秋イカをちょっと、はい、今日初端にねレベルアップしてもらおうかなと。ちょっとシチュエーションも風が強くて悪いんですけど、うんうん、まあそういうとこでもね、まあちょっといいレベルアップになるんじゃないかなと思いますんで、はい、ご視聴のほどよろしくお願いします。スタートはブルーポーションの3号。はい、ダメ。なんで？まずは足元からでしょ。奥でじゃあこの一投で落ちパックとか、まあ、数尺利で釣れたら手前のイカが散ってしまうやん。でも俺のイカのイメージは、うん、奥から引っ張ってきて釣る。そう、いやそれはそうなのよ。俺も大体みんなもそうだけど、もしここにおって活性がいいやつが落ちた瞬間パクって食ってくれたら、もうそこでいっぱい失っとるやん。なるほどなるほど。そういうのの積み重ねでしょ。先に手前を探れ。そう、そして皆さん見て、全然言うこと聞かないからそのままやってってるから何してるの。そう、カメラワーク下手くそ。カメラワークむずいぞ。こんな感じや。水深は浅い。ここ、おおマジか。どうや。いやいや、これで手前に折るやつ、1投目これで手前に折るやつが散るんや。どうや、クイってなるよる。どうや、くそー、俺ら1投目はうわうわ、でもいい、お気づけしたいよ。わ、1投目で釣るよね。1投目ー、イエイ。俺上手かも、やっぱりエギング、自信持てた、これで。しかも抱き方見て上手。あー、うまいね。ね、上手。まあ、うまいけど、これで手前に折ったイカはもう知ったよ。じゃあまあいいよ、レベルアップね。レベル1ね、ショタン。ちょっとね、お気づけしたいから。めんつゆ100均で買ったから。俺お気づけ食ったことないんすよ。してみたかった、はい、初めて。はい、どう、泳いでる泳いでる、いいね。19時満潮で今18時49分なんで、さっき潮止まりギリ前ぐらいだったかなぐらいですね。今完全潮止まりですね。あ、これいいサイズだと思う。これいいサイズ、いいよ。あ、いや、いいサイズ、マジでいいサイズ。これと取れない、これ。ギャグある？抜けない、いや、持ってきてない。あー、もうねいや、これでいこう。はい、やめよう。よいしょよいしょ、よいしょ、でかいでかいでかい。わお、いいっすね。800、900ありそうやな。ない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 、600ぐらいじゃないかな。いやー、いいよ、写真も撮ってん。じゃあミニゲームしよう。何グラムか。600600で俺670。あ、そう、46か。800、900ありそうやな。600ぐらいじゃないかな。 I lied。カットしてもらおう、さっきのとこ。アキイカ克服、克服しとんね。エギング楽しい。ちょっとポイントを移動してきました先端に人がいるから失敗した。いいポイントけど、何年ぶりっすか。2年ぶりか。じゃあ早速、はい、早速打っていきます。そろそろね、風味をも釣らないと。先生が釣らないんですよ、先生が。いやー、そろそろ釣りたいっすよね。そろそろ釣りたいのよ。
釣りきれない。釣りたい、ちっちゃいのでいいからちょっと釣りたいのよ。はい、もうここでパシャッと釣って釣ると What? ベイトもワイトしね、キンキンけど What?根の荒いけどここ釣れるっていう噂さね、もっぱら。ちょ待って、あ、シーバスか、でかねえ、ここ泳がせしたかね。うわ、でかい、でかい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 、やったやったもうでかくない、マジで嬉しい嬉しい、マジで嬉しい。おいいサイズ、いいサイズ、いいサイズかな。あー、いいサイズ。先生の意地、あー、意地見せた3匹ぐらい、あー、意地見せたありがとう、マジマジで嬉しい、ありがたきですよ2.5 まで使ってラトルまで入れていやー、あざます。早かった、でも1投目、はい、1投目だったね、うん、ナイスです、あざす。あー、嬉しかった、最高よね、やめられ、お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でした。打ち倒したっすね名古なんね、やっぱね、いや、名古なるっすね、名古なる、名古なる。まあ秋以下が苦手な自分の克服をメインに、うん、最初の指名がね、ダメ出ししたのにもう1投目からずれちゃったっすよ。初段のね、ダメダメな動画見て、まあ、指導してやりますとこの俺が教えてあげますよ、まあ、そこがダメだよって言っていくような動画の流れにしようと思ってたんですけどね、うん、最後はめちゃめちゃ焦っとったっすけどいやあれ、ほんと300ちょっとぐらいしかないけど魚来たと思ってどうしても釣りたくてカメラ準備する前にやっちゃうんだから、まあでもそのやっぱ誰よりも先に海に投げるっていうのが大事っすね、うん、やっぱ1投目に釣れるって、ね、じゃあ俺たちの結論は誰よりも先に海に投げること、投げることっていうことで大事、一番大事リーダーさん、新しく洋服、ウェア買っていただきありがたきです、ありがたきですよ。もう皆さんもこれチェックされてる人いるんじゃないですか、これこれいいでしょ、オットのやつで、あ、いいわ、かっこいいわ、かっこいい。これからもいろんなデザインが多分出てくるので、うん、そうね、そちらのチェックの方もお願いします、うん、お願いします。これからもですね、うん、応援してくださる方は高評価、はい、チャンネル登録、はい、ベルマーク、はい、よろしくお願いします、お願いします。ありがとうございました。なんで声ちっちゃいと、ありがとうございます。いや、夜やけんMm-hmm.